いつもありがとう、かみちゃんです。はい、今日はねこちらをね購入したので紹介しようと思います。じゃん。はい、このねシルバニアファミリーの料理セットです。お鍋とかいろんなものが入ってるのでちょっと開けてみますね。おお、こんな感じです。ちょっと出してみます。はい、こんな感じのものが入ってました。すごく美味しそうなものがたくさんですね。これを使ってお料理してみようと思います。はい、うさちゃん一家のキッチンでございます。頑張ります。じゃあまず人参を切っていくよ。次に玉ねぎ。玉ねぎも入れます。次にお芋さん切ります。お芋さんちょっと大きめにね、これも入れます。ブロッコリーも入れます。よいしょ。次にお肉。お肉も入れちゃいます。あ、落ちちゃった。油を入れて。よいしょ。炒めます。お水を入れて煮ましょうかね。蓋をして煮ます。ちょっと蓋を取ってみよう。おー、いい感じですね。いい感じに煮えております。そしたら火を止めてルーを入れます。よいしょ、よいしょ。そして混ぜていくよ。はい、混ぜてちょっと煮込んで、じゃじゃーん、開けます。わー、美味しそう。見て見て、すごい美味しそうなシチューの完成。おー、美味しそうだね。うさぎお母さんのシチューです。できたー。出来上がり。みんなに食べてもらいましょう。